おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサーカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ本日ね、何をやっていくかと言いますと、マスターディビジョン最終予選終了しましたので、まあまだですね、時間はあるんですけど、私のね50試合が終了しましたので、まあ、ちょっと今回はですね、マスターディビジョンの、ちょっと現状の話と、あとはですね、プラチナトロフィーを交換してガチャ引いていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。さあマスターなんですけど、今回ですね33勝10分け7敗ということで、正直今までとそんなにね私の結果的には変わらなかったんですけど、動画の撮影がこれ今土曜の、夜中なんですが、そのタイミングの割には順位はいいなっていうのが、正直なところです。でやっぱりこれはね、マスターの総合値の最低が37以上になったっていうところで、なんていうのかな、37の人たちの中で戦っているので、37以上の人たちの中で戦っているので、同じ得失点とかね、同じ勝ち点が得られた場合に、多少有利に働くというか、よくできたのかなと、なかなかちょっと言葉が難しいですが思います。で、若干ですね10分け7敗のところ悔しかったなと思うのが、この皆さんね、このデッキの登録っていうところがあると思うんですけど、マジでポゼッションがいないですね。なんか知らんけどサイドがすごい多くて、で私のこの今ね画面に映してる中央トップがなぜかサイドにマジで勝てない。なぜかっていうのは結構分かりきっていて、グバルディオルとオタメンディが、あとテオエルナンデス、ダンフリースが、ちょっと相手のねサイドアタックのペレとかを止めれないんだよね。それですね、本当に止めれない。ファイティングタックルつけても止めれないので、どうしようもないなと思いながらやってるんですけど、ネスタとかいたらよかったのかもしれないんですけどね、中央のね、私いないので、ちょっとオタメンディさんじゃ限界があったというところで、サイドアタックに対してね、私ポゼッションの総合値が37なくて戦術より取れないので、中央突破で挑まざるを得ず、総合値38とかのね、サイドアタックにも勝てなかったなっていうのが、ちょっと私の今回の10分け7敗のね、多くのところでしたね。本当に10分け7敗のうちの半分以上がサイドアタック相手に中央で挑んだ結果のところだったので、やっぱりちょっとね4戦術やらないとマスターの最終予選でいい順位を出すっていうのはかなりハードだなと痛感いたしました。でただですね、やっぱり同じくらいの順位なのだとし、同じくらいのね成績勝ち点なのだとしたら、ちょっと順位が高くなっているっていうところもありますし、正直マスターに関してはね今回何人いるんだろうは思うんですよね。最終予選まで残った人数が、何人いるんだろうが結構気になるところで、2000人以内なのか、2000人いるのか、2000人はいると思うんですけど、果たして5000人いるのかって話ですよね。2001人目以上もちょっといるのかっていうような気になりますが、ちょっとねそこも気になって今後見ていきたいところかなと思います。はい、ということでですね、ちょっとマスターディビジョンの話をさせていただいたので、正直ね多くの人には興味がなかったりとか、いやいやマスターなんて知らねえよみたいな人もいると思うので、ちょっとここら辺でですね話を切り替えて、トロフィーの使い道というかね、トロフィーを使っていこうと思います。今回もですね無事にマスター、50試合最終戦しましたので、報酬、ミッションの報酬でね、プラチナトロフィーを何個今回もらえたのかな、20個かな、 4×5 な気がする、 4×5 ですね、死後20個もらえたので、ちょっとそちらのねプラチナトロフィーを使ってアイテム手に入れてねガチャ引いていきたいと思います。さあトロフィーですけどいろいろねリームトとかイトタックとかいろんな、プラチナトロフィーで交換できる選手がいますが、相変わらずね私個人的にはね全然ここら辺交換する気にはなれないよな。フォーサイトタックルとかも、それこそグバルディオルの確かメインスキルがこれだったかなと思うんですけど、やっぱ正直ファイティングみたいなドリブル避けるスキルの方が圧倒的に強いですし、ちょっとわざわざ交換するほどでもないかなとか思っちゃうよね。オプティマスはすごい優秀ですけど、果たしてプラチナトロフィー30個の価値があるのかっていう話ですし、バイタルズパスとかも強いけどね、
なんかちょっともったいないですよね。プラチナトロフィーの使い道、実際今ほぼほぼ現実このプラチナ星5確定スカウトチケットのみかなと思ってます。ってことで、まあ、今回も30個交換、30個でね10枚手に入れていきましょう。一応リームだとかもね見てはいるんですけど、なかなかねエクストリームトラッププラスがぶっ壊れてるので欲しいっちゃ欲しいんですが、まあ100個使ってこの選手手に入れるくらいだったらプラチナ星5チケで、まあ、最悪いらなくてもね、あの星5選手10人ですから売ったら金コイン何枚分250枚分なので 5×、 あ50枚 ×10 枚なので500枚か、うん、それはもうこっちだよな。いや計算合ってますか、合ってるよな。500枚、そんなにもらえるのか、じゃあプラチナチケットだろうって思っちゃいますけどね。はい、ってことで引いていきます。で、一応ね今回の、この中にあれがいないんだよね。新しく追加された新レジェンド選手の誰だっけ、もう完全に名前忘れましたが、あ、クンティ、クンティがいないんですが、全然いいです。一応次回からねプラチナトロフィーで手に入るプラチナ星5確定チケットの交換先にクンティが追加されるみたいなんですけど、クンティが追加されるってことはこのチャールトン、ファルカン、アウダイール、ペテッティっていう今4人のレジェンドの確率がおそらく今 0.125 がね 0.1 に下がって、でクンティも追加されてみんな 0.1 ずつで 0.5% でレジェンドだよって感じだと思うんですけど、正直私はねボビー・チャールトン以外のレジェンド別に欲しくないので、クンティ含め、クンティ欲しいですけどボビー・チャールトンの方が欲しいので、チャールトンの確率が 0.125 のこのタイミングで引きたいですね。であとね欲しいところでいくとデパイ・ヒメネスは欲しいな、そろそろ欲しい。マジでちょっとデパイが引けてないんですよね。結構補助後確定チケットが引いてるんですけど未だに1人しか手に入ってないので、ちょっとデパイ欲しいですし、ラウル・ヒメネスに関してもシャドウストライカーのね星5センターフォワードで優秀な選手がコゼ誰もいないので、まあ、ちょっと欲しいよね。あとはどうかな、ウィリアンのスキル、リニアドリブルが強いので、リニアもまあまあ欲しいっちゃ欲しい。フェイクとかの弱い版、あとペドロポロ欲しいし、ルキッチ欲しいし、バスケスは正直ちょっと微妙かな、そこまで欲しくはないが、まあ、ただメインスキルカットすればいいですよね。ファイティングタックルとかつけたら普通に強そう、まあ、ただそんな優先度高めじゃないですね。とかまあいろいろ言ってるんですけど、とりあえずボビー・チャールトン欲しいな、とりあえずボビー・チャールトンが欲しいですね。13,900、まあ今も14,000どころか15,000まで出ちゃったのでね、チャールトンそんな強くないんですけど今の環境で見ると。ただマンチェスターユナイテッドのレジェンドですからね、彼を手に入れるということに価値があるんじゃないでしょうか。ということで前置きが長くなりましたがガチャ引いていきましょう。さあもうマジでフェリペしかこんやばいんすよね。なんかセンターバック率が高くないですか。まあでもあれか、星5確定チケの元々のラインナップの中の3分の1くらいセンターバックかな、多いですよね。フェリペすげえ持ってるんだよな。はい、カルル、ちょここまでさ何なのこれ、なんかあれなんですか、確率同じですかこれ、本当に確率同じかな。マジでこの2人よく来るけど、必ずと言っていいほど来るんですけど、確率同じですか、大丈夫ですか運営さん。シャープネス、ライトミルフィルダー、あー名前忘れた、名前忘れたけど新選手な気がする。あーペドロポロですね、思い出しました、思い出したというか今見ました。はい、ありがとうございます。今ねポロとラウル・ヒメネスと新しい DMF がみんな一人ずつ持ってるんですけど、あの限界突破しなきゃいけないのでダブってほしいね。ランガン・ライトウィング、おウィリアンですね、ありがとうございます。まあ、ただウィリアンはね同じポジションに最強のメッシさんがいるのでなかなか出番がないのでリニアの餌なんですけど、まあ新メッシが来てサイドメッシを餌にした時用のウィリアンかな、取っておきたい感もしますね。そして、ロチェルソですね、ロチェルソも本当によく来てくれますね、めちゃめちゃよく来てくれるよ。悪い選手じゃないんですけどね、そもそもなんだっけサイドアタックの司令塔だよな確かな、司令塔はレアなんですけどね、ジーコがいるんだよな。さあエナジャイズパスカット、フィジカルプロテクター、あー誰だ、
ガッピアとかカルルーか、カルルーな、来るね、カルルー来ますね。お、誰ですかこれは。誰もこのポストイットが貼られないのはテンション上がりますね。こいいいやつ。はい、あ、好きな選手ですが、結局今シーズンは0得点で終えましたね、シェルル・デケテラーでね。さあ頼む、ボビー・チャールトンそろそろ来てほしいな。ボビー・チャールトンが欲しいな。ルーカス・バスケスか、うん、あでもね、うん、悪くはない、悪くはないけど、悪くはない。あータックルだからもうダメだ、またセンターバックだな。誰だ、ガッピアとかか、ケシー、お DMF、 ただケシーはちょっとな、ケシーも悪い選手じゃないんですけどね、コートジボ、ケシーね、悪い選手じゃないんですけどね、居場所がねえんだよな。なんかさ、バルサ染めだとレジスタが必須で、あのイングランドリーグスターズだとクラッシャーが必須なのにもかかわらず、ケシーはどちらにも属さない、確かダイナモとかっていう、あのすごい使いにくい選手なんですよね。悪くはないんだけどね、バルサ染めでもイングランドリーグスターズでも必須ではないっていうケシエさん、ちょっと困っちゃいましたね。はい、ということで今回のプラチナ星5はこんな感じです。前回もね、フェリペカルルガッピア祭りだったので、まあ、今回センターバック以外が来てほしいと思いつつ、ペドロポロ来たから、まあ、よしとしましょうか。デパイ来ねえな、マジでデパイ、ヒメネスマジ来ないですね。まあまあいいでしょう。ってことで、今回の動画こんな感じにしたいと思います。ちょっとすいません、マスターディビジョンのね、話になっちゃったんですけど、まあ新総合地でのディビジョンだったということでね、ちょっと今回マスター多めな、今週マスター多めですけれども、ご容赦いただければと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフと、あとはですね、最終予選突破された方のね、SWCC での健闘を祈っております。豆腐でした。バイバイ。